ラン・フィスクストーンは、アメリカ合衆国の法律家。1925年から1941年まで、アメリカ合衆国最高裁判所の副裁判官。その後1941年から死去するまで、アメリカ合衆国最高裁判所長官を務めた。また、1924年から1925年に、かけて、アマースト大学の同窓生のカルビン・クーリッジ。 大統領の下で、米国司法長官を務めた。彼の最も有名な言葉は、裁判所は、統治能力を持っていると想定されなければならない、唯一の政府機関ではないである。ニューハンプシャー州チェスターフィールド生まれのストーンは、コロンビアロースクール卒業後、ニューヨークで法律の仕事をした。その後、コロンビアロースクールの学部長を及びサリバンクロムウェルのパートナーとなった。 第一次世界大戦中、彼は良心的兵役拒否者の誠実さを評価する戦争局の調査委員会に参加した。1924年にはカルビン・クリッチ大統領により検事総長に任命された。ストーンはウォレン・ハーディング大統領の政権下で発生したいくつかのスキャンダルの余波を受けて司法省の改革を図った。また、ストーンは大企業に対して何件か。 独占禁止法の訴訟を起こした。1925年、クーリッジは、ジョセフ・マッケナ・バイ判事の後任として、アメリカ合衆国連邦最高裁判所、バイ判事にストーンを指名し、ほとんど反対されることなく上院の承認を得た。タフト法廷において、ストーンは司法による拘束と、立法医師への服従を呼びかけるために、ホームズ・バ積判事とブランダイス・バイ判事に、 加わった。ヒューズ法廷においては、ストーン、ブランダイス、そしてカード・オーゾ・バイ判事は、大抵は投票によってニューディールの合憲性を支持する三重志と呼ばれる自由主義ブロックを結成した。米国対ダービー・ランバー社及び米国対キャロレンプロダクツ社における彼の多数拝見は、司法監視の基準を形成する上で影響力があった。 1941年、フランクリン・ルーズベルット大統領は、チャールズ・エバンズ・ヒューズ最高裁判所長官の公認として、ストーンを指名し、上院は即座に、それを承認した。ありがとうございます。